キャッサリン D ・サリバンはニュージャージー州パターソン出身の地質学者でアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士。3度のスペースシャトルのミッションでクルーを務めアメリカ人女性として初めて宇宙遊泳を行った。サリバンは1969年にカリフォルニア州のタフト高校を卒業し、1973年に カリフォルニア大学サンタクルーズ校で地球科学の学士号を1978年にカナダのダルハウジー大学で地質学の博士号を取得した。サリバンはアメリカアメリカ海軍予備役部隊で大佐として海洋学の研究を行った。またアメリカ海洋大気局で主任研究員として働いた。サリバンは1984年10月11日に 行われたチャレンジャー号のミッション STS-41G で宇宙遊泳を行った。彼女は STS-31、STS-45 にも参加し、合計3度のスペースシャトルのミッションで532時間の間、宇宙に滞在した。NASA を退職後、キャサリン・サリバンは、オハイオ州、コロンバスの研究センター孤児、コロンバス社の社長兼 CEO を務めた。 現在は、オハイオ州立大学の教授と共に、個児者で無給の科学アドバイザーを務めている。2004年には、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から、アメリカ国立科学財団に任命された。2004年には、宇宙飛行士の殿堂に入った。2009年には、アメリカ科学振興協会の3年人気の部門長に、選ばれた。2013年2月から、 アメリカ海洋大気庁の長官代行を務め、2014年3月、ノア長官に就任した。キャサリン・サリバン・カンファームド・アズノア・アドミニストレーター。ノア。 h t t p w w w n o a a n e w s n a g o v s s t o r i e s 2 0 1 4 2 0 1 4 0 3 0 6 a l a b i n k i n f a r m d h t m l 二千十四年三月十五日、閲覧。ありがとうございます。